例えばその同じような事例としてアメリカがあります。アメリカという国がどうやって成立したのかっていうと、アメリカという国は独立後、すぐに成立したんじゃなくて、独立後、ただ単に17だったかな、の州が、の国家がより集まっている、いわゆるヨーロッパみたいな連合国家だったんですね。で各州ごとの方が国家より強いもんだから、あの、一つの国家、アメリカであるユナイテッドステーツという意識がなくてですね、我々はテキサス、 人であるとかですね、ボストンに住んでるとかですね、そっちの方がアイデンティティだったんですよ。で、アメリカという意識を決定的に作ったのは南北戦争なんですよね。南北戦争で、その南部と北部に分かれて戦って、で、その決着がついてアメリカ中が傷ついてる時にですね、その、もうあの、西の方にあるフロンティアですか、西部にあるウェスタン、西部劇というものを を見ることによる一体感ですね。だから、アメリカを作ったっていうのは、実はその南北戦争とその報道、新聞なんですよ。新聞とその、えー、今、西部では何が起こっているかっていうウエスタンですね。その馬泥棒が起きたとかですね、銃撃戦があったっていう、そういう新聞の報道がですね、アメリカという国家を作ったんですよ。このあたり、ネットフリックスで、あの、 2週間ぐらい前から公開始まった、このボーバクタル荒野、えー、でっていう映画があります。えー、トムハンクス主演のですね、このボーバクタル荒野でっていうのは、トムハンクスが新聞読み人っていう職業が当時あったそうなんですけども、お客さんからですね、その5000とか10000ともらって、新聞をみんなの前で読むっていうだけなんですね。 そうするとみんなが、うおーっとかって盛り上がるで。これが民主主義の基本になったんですけど、本当なんですよ。これ事実で,です、ねああの、アメリカというのが統一されるきっかけになった、あのまあ、そういう仕事があったんですけども。